サンリオ株式会社サンリオサンリオカンパニー LTD は主にソーシャルコミュニケーションギフト商品プレゼント用品の企画販売グリーティングカードの企画販売を事業とする株式会社1960年昭和35年8月10日山梨県産の絹製品を販売する道県の外閣団体 山梨シルクセンターを独立させ、株式会社山梨シルクセンターとして、資本金100万円で設立。1973年、昭和48年、称号を株式会社サンリオに変更。辻慎太郎が創業時から2018年現在まで一貫して、社長を務めている。 ハローキティなど様々なファンシーキャラクターグッズが有名で、自社開発のキャラクター総数は400種を超える。その他に、映画制作、出版事業も行っている。外食産業にも参入しており、埼玉県などの一部の地域で、ケンタッキーフライドチキンのフランチャイズ店を出展している。この他、サンリオピューロランド、東京都、ハーモニーランド、 大分県などのテーマパーク事業も手掛けている。グリーティングカード事業では日本最大手である。2002年、平成14年、グリーティング事業に関して、ウォルトディズニーカンパニーと提携を結んだ。2014年2月、ハローキティ専門店をロシア連邦にオープンさせた。代表的なサンリオ映画には、1978年に、 第50回アカデミー賞の長編ドキュメンタリー賞を受賞した、アイヌファミリーをはじめ、北キ,キツネ物語、シリウスの伝説、くるみ割り人形、おしん、星のオルフェウス、小さなジャンボ、柳瀬隆史作、ユニコ、チリンの鈴、柳瀬隆史作、妖精フローレンス、思い出を売る店などがある。1980年、昭和55年10月、千葉県松戸市に、 松戸サンリオ劇場1スクリーン、後2スクリーンを開業、後に移転して松戸サンリオシアター4スクリーンとなったが2006年、平成18年に松戸シネマサンシャ社員に統合された。2015年、平成27年、映画やアニメーションの制作、デジタル事業を世界規模で展開することを目的としてアメリカに子会社サンリオメディア ピクチャーズエンターテインメント、スナリオメディア&、ピクチャーズエンターテインメント、インクを設立。定期刊行物として、イチゴ新聞、1975年創刊、最盛期には35万部を発行、首都メルヘン、柳瀬隆編集。期間月刊、1973年春の号2 0 0 3年8月特別、号、月刊イチゴ絵本、首都メルヘンのジュニア版。 1975年1月号から1982年7月号、リリカ、少女漫画雑誌。1976年11月号から1979年3月号、サンリオ、1977年3月創刊、遊びの国、1979年から1993年、仲良し、ブック、ムック扱いなどを発行。また、刊行した書籍としては、 1978年から1987年まで刊行されていたサンリオ文庫、サンリオ SF 文庫、1980年頃出版されていたジョジョーシューシリーズ等がある。また、1981年から1985年まで刊行された OL 主婦向けのラブロマンス小説シリーズシルエットロマンス、その後ハーレクイーンに版権が移行し2006年まで、 観光などがある。これらの書籍の観光は1987年に終了し、以降は以前から観光していた幼児向けの児童書などを出版している。1977年にサンリオは全額出資の子会社、サンリオ音楽出版社を設立し、音楽事業に参入した。1977年から1980年代頃にかけて、 サンリオレコードというレーベルから子供向けの楽曲を中心としたレコードを発売した。これらのレコードは一般のレコード店などでは販売されず、サンリオの直営、フランチャイズ店限定での販売であった。楽曲の出版券がサンリオ系列の音楽出版社にあり、あの子はキティ B 面曲のハローキティやあなたの友達キキトララ、いずれもレコード版とは別のバージョンなど、 一部の楽曲はサンリオが制作した OVA 作品の主題歌としても起用されている。山梨県の職員だった辻慎太郎が同県の物産である絹製品を販売する同県の外郭団体だった山梨シルクセンターを株式会社化。社名をそのまま引き継いで創業したのが始まりである。だがその本業で同社は早々に失敗し、 小物雑貨の販売に転じた。最初の成功は花柄をつけたゴム造りだったという。綺麗で可愛いイラストをつけることで、売れ行きが大きく伸びることを知った辻は、キャラクター商品の開発に乗り出した。当初は、水森アド、柳瀬隆史、トシコム等々、外部のイラストレーターや漫画家にデザインを依頼していたが、やがて自社が、著作権を持つキャラクターの開発を目指すようになった。 この方針のもとで山梨シルクセンターは1973年昭和48年に国際的に通用しやすい名前を求めて産業に変更し本社を交付から東京の五反田に移転した産業という社名はもともと山梨シルクセンター時代に作られた小物雑貨ブランドが起源とされているまた一語新聞2015年8月号によると サンリオの創業目的は友情と助け合いによる世界平和の実現とされ、サンリオの事業目的はお互いのコミュニケーションのきっかけとなる小さな贈り物を生産することとされている。特に出典の明記のない参考文献、月間一号新聞2010年8月号、2015年8月号。社名のサンリオの由来については諸説がある。まず、 公式サイトにもあるサンリオの公式な説明として、スペイン語で、聖なる川を意味するサンリオに由来するとしている。文明の発祥が、大河のほとりにあったように、文化を起こす川となることを願って付けたというものである。2000年に出版された、これが、サンリオの秘密です。不走者で、創業者の辻自身が述べている。また、現行のロゴマーク、1997年制定も、 川の水をイメージしてデザインされたものである。しかし、かつては異なった説明がなされていた。これがサンリオの秘密ですの21年前に出版された1979年の上前純一郎サンリオの奇跡世界制覇を夢見る男たち PHP 研究所ではそういった説明は一切ない。同書は辻屋サンリオ関係者に取材したものであるが サンリオのサンリは山梨の音読みであり、残る、おは、おおおおという叫び声が聞くものを当然とさせるらと説明した。また、週刊現代の1978年6月8日号に掲載されたサンリオに関するレポート記事では、サンリは、山梨、おは、なんとなく、ゴロがいいからとされた。月刊誌、宝石の1980年7月号の対談記事では、 辻自身がそれを認める発言が存在するという。山梨の王になるという思いで、山梨王、サンリオになったという説については、山根和馬の変態少女文字の研究の中で、辻の言葉として挙げられているが、これがサンリオの秘密です。サンリオの奇跡世界制覇を夢見る男たち、西沢聖史、サンリオ物語こうして一つの企業は生まれた、サンリオ出版。 1990年のいずれもが否定している。また、フジテレビ、トリビアの泉にて、視聴者から山梨の王サンリオの説が投稿されたが、フジテレビはサンリオの現在の説明、前日の聖なる川説を正しいものとして、この番組の一コーナーであるガセビアの沼にて、ガセとして否定した。ちなみに2007年10月に、 多摩市内で開催されたサンリオ創始の関係者による講演会の中でオフレコではあるがサンリオの由来は山梨王からサンリオ、サンリオと辻氏が考案したと明言している。なおサンリオの月刊誌、いちご新聞で辻は山梨王ならぬいちごの王様を自称している。サンリオ系以外でもユニバーサル・スタジオ・ジャパン、大阪府大阪市この花区やリナワールド、 山形県上野山市、西部園遊園地、埼玉県所沢市にも、サンリオのキャラクターが使用されているゾーンがある。これ以外にも、マレーシアやインドネシアなどに、ハローキティに関するアミューズメント施設や、商業施設がある。定時株主総会は、サンリオピューロランド近くの、パルテノン玉で行われるのがここ数年の間の、通例になっている、過去に一度だけ株主の声を受けて、 サンリオピューロランド内で行われた子もある。株主総会当日は、ピューロランドは一般には休館日であるが、特別運営されており、議決健康支障を提示することにより、入場券を無料で入手できる。なお、すべてのアトラクションは無料である。飲食、グッズなどは含まないが、株主割引がある場合がある。その際は別途案内がある。株主総会会場に行くためには、 一旦ピューロランドから出場しなければならないが、手にスタンプを押してもらうことで、総会終了後再入場が可能である。また先に、株主総会に出席してしまった場合は、株主総会の出席票を提出することで、ピューロランドに入場できる。ただし入場は議決権行使書の提示か、出席票のどちらかのみが、利用可能で、株主本人と同伴者一人、合計二人まで、 入場可能としている2011年現在。また、サンリオグッズが漏れなく、当たるお土産くじを提供するなどの工夫をしている。サンリオは株主優待が多い会社として知られている。毎年3月末及び9月末の株主に優待品が送られる。2011年9月末の株主優待より500株以上の区分が新設され、 共通株主優体験の枚数が変更、増加された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。